ベルベージュの北木です。本日もオンラインストアに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品は明日23日の21時にアップされる商品です。サイズ金額状態のお問い合わせ、ご購入の方はウェブストアからでお願いいたします。詳しいことは概要欄に貼っておりますのでご確認お願いいたします。それでは、本日シャツ2着ですね、どちらもスペシャルなシャツです。こちらローバックスのタグがつきます。サイズ表記は欠損してしまっておりますね。60年代頃のボディです。はい、ヴィンテージらしいダイアゴナルポケットですね。はい、そして、特にダメージ汚れ等は見受けられないです。かなりいいコンディションですね。はい、サイズ表記ございませんが SML でいうと M 程度15ぐらいですかね。はい、僕が若干ゆったり着用できるサイズ感です。こちらでお値段が15,800円と消費税です。続きましてスペシャルなシャツです。はい、こちら50年代頃リーバイスデニムファミリーの、タグがつきます。こちらもサイズ表記は欠損してしまっております。はい、デニムファミリーお探しの方かなり多いんじゃないでしょうか。若干小さめのボディではあります。裾がカットオフされていてほつれている雰囲気ですね。かなりいい雰囲気に仕上がっております。はい、こちらコンディションは良好です。裾がカットオフされている以外は、ダメージ汚れ等は見受けられないです。古いボディですがかなりコンディションはいい方ですね。実寸でだいたい14ハーフぐらいでしょうか。僕は若干小さめになります。はい、こちらスペシャルなデニムウエスタン、お値段が98,000円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェット類です。60年代頃のボディですね。タグは欠損してしまっております。ネイビーボディで、ペンステートの、はい、ラバープリントが入ります。はい、ラバーの状態かなり良好ですね。あまりひびも割れていないコンディションです。ラグランスリーブで若干シルエットもゆったりめですね。僕も、全然余裕で着用できるサイズ感です。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてこちらのヴィンテージスウェットです。こちらグレーボディですね。タグは欠損してしまっております。こちらもラグランスリーブですね。はい、60年代頃かなり、はい、腰リブが長めのボディになります。いい雰囲気ですね。ダメージ汚れとはこちらも見受けられません。はい、タグ欠損してしまっておりますがこちらも僕は全然着用できるサイズ感ですね。こちらで15,800円と消費税です。続きまして白ボディです。こちらはセットインスリーブのものですね。はい、タグは欠損してしまっております。前V のガゼット、こちら嬉しいディティールですね。はい、白ボディですが、汚れは見受けられません。ボディのコンディションも良好ですね。ダメージもございません。こちらは僕がジャストぐらいですかね。ビタッと着用できるサイズ感です。こちらお値段が15,800円と消費税です。続きましてこちらはフルジップのタイプですね。はい、こちらもタグは欠損してしまっております。裏地がサーマルのタイプのものですね。はい、ジッパーは、はい、こちらのタロンジップが採用されております。しっかりオリジナルの紐も残ったコンディションですね。ポケットが若干パンクしてしまってはおります。こちらも同様ですね。はい、ですが大きなダメージとは大きな汚れ等は見受けられないです。サイズ表記ございませんが、こちら僕がゆったり着用できるサイズ感ですね。フルジップのヴィンテージスウェットをお探しの方おすすめです。お値段が15,800円と消費税です。続きましてこちら人気ですね。黒ボディで無地のものになります。こちらもタグは欠損してしまっております。ラグランスリーブで黒ボディがフェードした雰囲気、かなりいい感じに仕上がってますね。ダメージ等は見受けられないです。こちらもタグは欠損してしまっておりますが、ミディアムぐらいですかね。僕はビタッとジャストで着用できるサイズ感です。こちらでお値段が19,800円と消費税です。続きまして黒ボディです。はい、タグはこちらも欠損してしまっております。ラグランスリーブで、こちら一見ラバーかと思ったんですがフロッキー剥がれですね。はい、こちらに若干ピンホールが開いているコンディションです。はい、フロッキーのプリントが割れた雰囲気とダメージも相まって、かっこいい感じに仕上がってますね。こちらもタグは欠損してしまっておりますが、僕でジャストぐらいですね。ミディアム表記ぐらいだと思います。
お値段が 19,800円と消費税です。で続きましてこちら白ボディですね。こちらはタグが、残っているコンディションです。100% コットンで L 表記ですね、はい。白ボディで、染み込みでブルーのプリントが2段、そしてこちらにネイビーのチェーンステッチが入ります。はい。若干首元に汚れがございますが、その他は、問題なさそうですね。コンディション良好です。はい。 L 表記です。僕が、はい、若干ゆったり肩を落として着用できるサイズ感ですね。こちらでお値段が 29,800円と消費税です。続きましてこちらが50年代頃のボディですね。タグは欠損してしまっております。赤ボディがフェードした雰囲気かなりいいですね。はい。こちらクラウンの、片爪式ですね。片爪式のジッパーが採用されております。かなり古めのジップですね。はい。赤がフェードした雰囲気かなりいい感じに仕上がってます。しかしダメージは見受けられないですね。はい。表記ございませんが、こちらは、L 程度ありそうですね。僕は若干ゆったり着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きまして本日も、チャンピオンリバースリーブのご紹介です。はい。こちらまず最初が、90年代刺繍タグエクストララージですね。 3%04 が噛んだボディです。グレーボディで、染み込みで2段、ネイビーのプリントが入ります。グレーとネイビー定番ですが、やはり、はい、いい配色ですね。はい。こちら特にダメージ汚れとは見受けられないです。若干、首元がちょっと黄ばんでいるかなという、はい、若干のほつれもございます。その程度ですね。エクストララージで僕がダボッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。で続きましてこちらはフルスナップのタイプですね。こちらも90年代のエクストララージ、はい。90% コットン 10% ポリエステルのボディです。ネイビーボディで、はい、目がつくタイプですね。若干肩の方に、はい、焼けがございますね。バックも同様です。はい。エクストララージのフルスナップなので、クルーネックのタイプだと、2XL ぐらいありそうですね。僕は結構ダボッとなってしまうサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてこちらはモックネックのタイプですね。はい。90年代刺繍タグのラージ表記です。こちらパープルのボディですね。そして目がつかないタイプです。はい。モックネックのタイプなので、はい、ハンドウォームのポケットがつくディティールになっております。はい。フェード感ございますが、ダメージ汚れとは見受けられないですね。ラージ表記で僕が、はい、若干ゆったり着用できるサイズ感です。こちらでお値段が、25,800円と消費税です。モックネックの目なし珍しいと思います。はい。こちら続いてパーカータイプですね。80年代のラージ表記ですね。 3%04 が噛んだボディです。はい。グレーボディで、はい、3段プリントがラバーで入ります。そしてオリジナルの紐もついているコンディションですね。こういったところも嬉しいと思います。ポケット口は問題なさそうですね。はい。コンディション良好だと思います。ラージ表記で僕がこちらも若干ダボッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が、25,800円と消費税です。続きましてこちらネイビーのボディですね。はい。90年代のエクストララージ 90% コットン 10% ポリのボディです。ネイビーボディで、はい、ラバーのプリントがひび割れた雰囲気かなりいい感じですね。若干こちらにポツッとシミがあるのと、肩にピンホールが1箇所ございます。はい。袖の目がちょっと剥がれかけてますね。医療用の糊とかで、全然くっつけれると思います。はい。特に大きなダメージは見受けられないです。エクストララージで僕がダボッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きましてグレーボディですね。はい。パーカータイプで目なしのものになります。こちら、エクストララージの刺繍タグでメキシコ製に変わる直前のタグですね。はい。胸元に若干もつっと
はい、汚れがございますが、その他は、問題なさそうですね。はい、グレーの目なしパーカーお探しの方おすすめです。エクストララージで僕がダボッと着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましても目なしのグレーパーカーですね。こちらはランズエンドとチャンピオンのダブルネームのものになっております。はい、サイズ表記は消えてしまっておりますね。はい、実寸で XL 程度あるかなと思います。しっかりオリジナルの紐も残ったコンディションです。はい、特にダメージ汚れとは見受けられないですね。いいコンディションです。首元若干ダメージになってはいますが、全然気にならない程度かなと思います。はい、こちら実寸 XL 程度です。僕がダボット着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらはフルジップのパーカータイプですね。80年代のミディアム表記 3% 04が噛んだボディです。はい、グレーボディで目がつくタイプですね。袖には、はい、目はついておりません。特にポケット口こちらも問題なさそうですね。若干袖口がポツポツとダメージになってはおります。はい、襟元もそうですね。はい、大きな汚れは見受けられません。フルジップのリバースイーブ、このあたり何気なく着てるとすごいかっこいいなと思います。ミディアム表記で僕が、若干ゆったり着用できるサイズ感ですね。こちらでお値段が、29,800 円と消費税です。続きましてこちらが赤ボディ、そして、70年代の単色タグミディアム表記ですね。 90% コットン 10% アクリルのボディになっております。はい、赤ボディでオリジナルの紐がつきます。コンディションかなり良好ですね。古めのボディではありますが、ラバーのプリントも全くひび割れておりません。はい、90年代のラバーと見間違うぐらいコンディションが良好ですね。ダメージ汚れとは一切ありません。ミディアム表記で70年代なので、僕は若干小さめですかね、ビタッとなるサイズ感です。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きましてヴィンテージのブランケットを3着ご紹介、3点ですね、ご紹介いたします。こちら黒で、はい、花柄のようなかなり大きめですね。はい、ヒッピー調の70年代頃の、ブランケットかなと思います。はい、このあたり部屋に、ラグとして敷いたりだとか、ソファにかけてもおしゃれな部屋になるんじゃないかなと思います。こちらでお値段が9,800 円と消費税です。続きましても70年代頃ですね。はい、かなりカラフルな配色です。こちらの方がヒッピー色は強めなんじゃないかなと思います。こちらもかなり大きめですね。同じような用途で使ってあげるといいと思います。こちらもお値段が9,800円と消費税です。続きましてこちらはブラウンベースのかなり大きめですね。はい、ちょっとすべて広げると引きずっちゃうかもしれないんですが、これの2倍程度あります。かなり大きめです。こちらもお値段変わらず、9,800 円と消費税です。続きましてこちら連日紹介させていただいてるんですが、アンティークのハンガーですね。はい、本日は、ロサンゼルスだとか、ホノルルだとか、はい、いろいろな、土地のハンガーになっております。40年代頃のハンガーです。こちらお値段が 14,000 円と消費税です。続きましてこちら、リーバイスのキャップですね。こちらに、はい、2ホースの、レザーパッチがつきます。オレンジタブで、スモールEのものになっております。色残りかなり、濃いコンディションですね。サイズ表記が、フィッツオール、どなたでも着用できるサイズ感です。はい、後ろのバックルのこのレザーがちぎれてしまってはおります。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてスニーカー一足ご紹介いたします。バンズのオーセンティックですね。はい、白のキャンバス地でネイビーのラインが入るタイプです。サイズ表記が
こちらですね、6になっております。はい、ソールのインソールの表記も全然消えていませんし、後ろのヒールパッチもしっかりメイドイン USA 確認できます。はい、すり減りもほとんど、ない個体ですね。こちらデッドストックのコンディションになります。お値段が 15,800円と消費税です。続きましてジャケット類のご紹介です。こちらサイズ表記がスモールレギュラーですね。はい、こちらがアルミジップのセカンドタイプで、はい、製造期間がかなり短いグレーライナーのものになっております。お探しの方すごい多いイメージですね。はい、フェード感ございますがダメージ等は見受けられないです。はい、汚れも見受けられないですね。はい、いいコンディションだと思います。スモールレギュラーで、はい、僕は、若干ゆったり着用できるサイズ感ですね。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きまして CWU の 36P ですね。サイズ表記がラージになっております。はい、もうフライトジャケットの定番だと思います。若干リブに毛羽立ちはございますが、ダメージ汚れとは見受けられないです。はい、こちらもいいコンディションですね。ラージ表記で、僕が、ゆったり着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きましてこちらラングラーの G ジャンですね。はい、24MJZ です。サイズ表記が44になっております。はい、トップボタンがこちらスナップのタイプですね。そしてジッパーはコマのジッパーです。内側のゴムが、白なので、スナップで白なので後期のタイプですね。はい、色残りかなり良好です。若干、ステッチ抜けがこの辺りにございますが、襟元は問題なさそうですね。コンディション良好です。色残り濃いもの、サイズの大きいものをお探しの方にぜひおすすめです。サイズ表記44で、僕がゆったり着用できるサイズ感です。こちらでお値段が、59,800円と消費税です。続きましてこちらはリーバイスですね。70505です。はい、サイズ表記の印字は、消えてしまっておりますね。実寸で38程度です。そして、はい、赤タブビッグイしっかり残っております。こちらも色残り、はい、かなり濃い個体ですね。袖のステッチが若干抜けてしまっている部分はありますが、はい、その他ダメージは見受けられないです。実寸で38程度なので、僕が、ジャストぐらいですねで着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 59,800円と消費税です。続きまして同じく70505です。こちらもサイズの印字は消えてしまっております。赤タブもしっかりビッグイ残っているコンディションですね。はい、こちらも、はい、同じ程度ですね。こちらの方が若干濃いかもしれないです。はい、袖に蜂の巣がうっすら出始めていて、はい、いい色地に仕上がりそうですね。ダメージ汚れ等は見受けられないです。実寸サイズでこちらは44ですね。最近大きめサイズお探しの方かなり多い印象です。はい、こちら大きめサイズお値段が 69,800円と消費税です。続きましてパンツ類のご紹介です。本日すべてリーバイスのデニムですね。はい、こちらが、501ブラックです。後染めの個体になります。はい、パッチもしっかり表記見て取れますね。ウエスト30、レングス32です。赤タブもしっかり残っているコンディションです。はい、ブラック、色残り比較的、濃いめのブラックですね。実寸で、変わらず3032ですね。501ブラックお探しの方、はい、ぜひおすすめです。こちらお値段が、12,800円と消費税です。続きましてこちらは USA 製の、はい、501ですね。こちらもしっかりパッチは読み取れます。ウエスト35、レングス31です。はい、赤タブも残っているコンディションですね。若干ヒゲが出てきていていい色落ちです。実寸でウエストが34、レングスが29ですね。
このあたりのサイズかなり動きが早いイメージです。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてこちらは USSA の505ですね、はい、リーバイジップが採用されております。色残り、かなり濃い個体です。ウエストが34、レングスが30、赤タブしっかり残ったコンディションですね。はい、濃いめ状態のいい505を探しの方、こちらいかがでしょうか。実寸も変わらず3430です。お値段が、15,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのリーバイスのデニムですね。こちらが、はい、501ですね。そしてウエスト36、レングスも変わらず36です。こちらスモール E でバックポケット裏がシングルステッチの66前期の年代のものになります。はい、コンディションかなり良好ですね。はい、しっかり、オリジナルのステッチです。こちらがウエストが、2インチ縮んで34、レングスも34ですね。はい、コンディションかなり良好な、66前期です。お探しの方ぜひ、お値段が 98,000円と消費税です。続きましてこちらも、はい、501ですね。はい、パッチ表記は、3031ですかね。若干薄くなって見えづらくなってはおります。そして、S タイプの表記が、はい、見受けられます。こちらビッグ E の S タイプのものですね。はい、そしてヒゲが出ていて濃淡のしっかりした色落ちと、ペンキ飛びがかなり抜群の雰囲気ですね。裾は若干擦れてはいますがオリジナルのステッチです。はい、雰囲気抜群ですね。ペンキが飛んだ雰囲気かなりかっこいい感じに仕上がっております。ウエストレングス縮んでどちらも28インチです。細めの、デニムを探しの方、女性の方おすすめです。こちらお値段が 59,800円と消費税です。続きましてもこちら501ですね。かなり色残り濃い個体です。はい、こちらが、ウエストが38インチ、レングスが31インチですね。ウエストかなり、太めのボディです。そして、レジスターのみの赤タブになっております。こちらかなり珍しいんじゃないでしょうか。バックポケット裏がシングルで、はい、耳裏がどちらもシングルステッチなのでビッグイの個体ですね。はい、色残りかなりこちらも濃いです。実寸でウエストが36、レングスが30ですね。かなり動きの早い、ゴールデン、かなりお探しの方の多いサイズ感だと思います。こちらお値段が 298,000円と消費税です。続きましてもこちら、はい、501です。そして、ウエストレングスはちょっと消えてしまっておりますね。はい、こちらビッグイが見受けられます。ウエスト、バックポケット裏がシングルで、こちら隠しリベットのつく XX の年代のものになります。はい、こちらも特に、状態は股下が若干擦れているかなといったぐらいで、はい、レングスもオリジナルですね。はい、いい色地に仕上がり始めている個体です。ウエストが31、レングスが30です。はい、こちらでお値段が 258,000円と消費税です。はい、続きましてこちらは、はい、グリッパージッパーが採用されていて、トップボタンが、シルバーのものなので、501ZXX ですね。はい、こちら隠しリベットがつきます。パッこっちの表記もしっかり見て取れますね。若干割れてはいますが残っているコンディションです。ウエストが34、レングスが32インチです。そしてこちらレジスターのみのものになります。かなり珍しいんじゃないでしょうか。玉数としては少ないと思います。そして色残りもこちら極上ですね。レングスもしっかりオリジナルです。
ウエストが、32インチ、レングスが 30インチですね。どちらも2インチずつ縮んでいる個体になります。はい、こちらでお値段が39万8千円と消費税です。続きましてこちらラストが、はい、501ですね。そしてこちらも、隠しリベットがつく WX です。はい、パッチは欠損してしまっておりますが、若干レザーのかけらが残っていますね。そして赤タブしっかり残っていて、こちらが片面のレザーの年代のものになります。はい、かなりコンディション良好です。古いボディですが、ダメージ汚れと見受けられないですね。股下も問題なさそうです。はい、レングスも当たりしっかり出ていますが、ダメージは少なくオリジナルですね。はい、極上のコンディションです。こちらで、実寸でウエストが37インチ、レングスが34インチです。はい、太めを探しの方だったりとか、太めの 501WX ギュッと絞って履くのもありだと思います。こちらでお値段が55万8000円と消費税です。本日の商品紹介は以上となります。今週末の土曜日にベルベル人遊歩道店で入荷がございます。ぜひ皆さんのご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。